今も撮ったのは、多分今の綺麗なオスが入ってたのはこの辺ですね、この下ですね。ちょっとしたこういう多分隙間からの間に入ってるんですね。なんであんまりこのギリギリにはそんなにいないんですね。潜水とかもしてだいぶね昔調べたことあるんですが、だいたい入ってますね。こういうとこにも多分運が良ければ入ると思うんですが、この辺とかね。入った。これはあ、でもこれもオスなのかな、よく詳しく分かんないですが、とにかくいっぱいいます。うわ、こういう虫いつもの、こういう虫。お、入った。はい、これは結構ブラウンカラーの典型的なやつですね。うわ、ここすごい。はい、今足元の胴長の下にいっぱいいるんで、ここからさっき見なかったんで、うわ、入った。これもまあまあのサイズですね。おお、クモだ。うわ、よし。こういうところですね。
ずっと続きますね。めっちゃかっこいいっすね。でも、まあ、魚は一緒なんでね、もう同じようなこんな感じの湿地にいますね。チビだ。はい、こんな感じの魚たちが取れました。コイ科の、バルボーデスロンベウスですね。点々点のあるやつが1杯とパールダニオ、ダニオアルボリネアータが1杯、そしてベタースティクタス、もうだいぶ色落ちちゃいますね、やっぱりね。がいっぱい。多分逃がしたのは逃がしたんですけど、30匹ぐらいは多分すぐすくえましたね。そして、クラリアスですね。メラデルマと思われる黒いね、小さいクラリアスが1匹でした。はい、そしてこちらが、パールダニオですね。もう一種類、カルダモン方面にね、もう一種類ダニオがいます。でさらにちょっとラオス、このメコ本流のね、もうちょっと上の方にもう一種類いるかもしれないんですが、まあ基本は多分 2種類かなと思います。もっと隣のラオスのね、北へ行くと種類が一気に増えます。はい、そしてこちらがベタスティクトスと思われるベタたちです。ちょっと色薄くなったんで、さっき採集した時に撮ったね、色をなんか参考にしてもらえればなと思います。ちょっとうまく映ってないんで、こんな感じにします。出ましたね。はい、そしてこちらが、そのクラリアスですね。また詳しい人いたら全員教えてください。多分メアデルマだと思うんですけども。背びれにラインが入りますね。帯がね。これどうなんだろうな。わからねえ。あと胸びれのね、あの極の後ろにギザギザがあるかないかとかね、たくさんあるかないかとか、あと頭ですね、あの三角が。で結構これ三角なんで、バトラックスに近いんですけども、そんな形のクラルですね。これは平野部とか、ここ以外では僕は見たことないんで、ここでしかこの魚には僕は出会ってないですね。
はい、ということで、今回は、ベタースティックトストリオを紹介しました。なんとか今日は腕もね、あまりお水につけずに、今日一日、昨日と今日ですね、ちょっと乾かして、で明日、昔、岡本さんの映像で健太郎さんがね撮影してくれた水草がたくさんあって、スネークヘッドとかね、ラスボラとか、そのあたりをね、水中映像を映してくれたメコン川シリーズの水中映像で映した時のポイントがこの近くなんで、明日もし体調が良ければそちらの方へ行って水中メガネつけて、ちょっとガサガサもしながら、まあ暑いんです、んのもう40度近くあるんで、泳いでちょっとのんびりしながら、また傷を癒して、まあ明日まで、明日いっぱいまではそんな感じで進めていきたいと思います。というわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもどうぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。